ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞論説委員の山上直子さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、モバイクの寝室から えー、シェアする文化の広がりが見えました。話題になってるよね。モバイク聞きますよね。あのご存知ない方に説明しておきますと、えっとモバイクってこれ中国の企業なんですけれども、えっとスマホで借りられる自転車の、はい、まあ提供サービスというか。う ええ、が、ええー、札幌で二十三日にサービスを始めたというニュースがありました。普通のレンタルサイクルとはちょっと違う、うん、っていうことですよね,あのね。スマホをかざして、はい、あのピッてやると、鍵が開くんですね。で、そのまま乗っていって、で、あの、また置けるところに置いて、で、あの。 目的地まで行って、まあ、自転車を離すと30分50円っていう低、まあ、料金なんですけどそれで、えー、スマホから支払いもできるっていう,うだから、えー、とレンタル自転車はもう昔から日本にもありますけれども、はい、あれのスマホバージョン発展バージョンで GPS でその場所をね 管理しているというシステムなんですね。なるほど、ハイテクのレンタル。サイクルなん,、ね、なんですよ。うん。で、あの、まあ、スマホを使ったレンタル自転車っていうと、わかりやすいかな。でも、これって、実は見方を考えると、そのシェアサービスでもあるんですよね。うん あのそれぞれだからえっとこれは一応ねなんで札幌でスタートしたかっていうとその札幌って中国人の観光客に人気でものすごく中国人観光客の方が多いですよね。で中国でもすでに1年以上前からサービスをしてて中国の方はよく知ってるんですよこれは。な,なのでその観光地へ行ったりするのに気軽にまず使ってもらえるということはね サービスも中国製ならお客さんも中国製で日本でこういう風に使うんだよみたいな、えー、<laughs> なるほどそれが日本国内で展開されるわけです、ね、なので今日なんでこのおバイクの進出を取り上げたかというと二、はい、つの点で注目していて一つはその あのまあシェアビジネスがね拡大日本でもしつつありますけれどもまあその,あの一例になるんじゃないかっていうこともう一つは中国のサービス企業が日本に進出してきたということこの2つの点で注目されるるなと思ってるんですねで実はあのこれえっとモバイクっていう会社なんですけどまもなくオッフォっていう別の会社も これは、ね、ソフトバンクと組んで<ー>大阪と東京で来月にもサービスを開始するということなんで大阪でで近々見られれるかもしなないそう,です、ね、そうなんですよこのモバイクじゃないけどオッホっていうところがもしかしたら梅田とかんば、えー、とかで。 サービスが始まるかもしれないので、ピッとこう鍵を開けている光景を見るかもしれないですね。なのであのまああの近いうちに私たちもきっと身近になるのかな。ただあの。 先にね始まった中国ではその自転車をいろんなところに放置する問題とかもあってあ<ー>あのトラブルも多いそうなんですねあそれはちょっと困りまがねどれだけ定着するかそのでやっぱりみんながそのシステムを理解しないとなかなか発展しないのでまあどうなるかなと思ってるんですがあのまあ逆にそういう方が が日本人の方がマナーは割ときっちりそのレンタサイクルで慣れてるのでマナーはもう少しいいかもしれませんけれどもであのもう一つの点がそのシェアビジネスっていう点から見たこのサービスの,あの面白いところなんですね。というのはあのこれは1台の自転車を要は不特定多数の人が使ってで行きたいとこから行きたいとこまで使ってでまた別の人が今度は使ってっていう風に。 あのみんな自分の自転車を持たなくても移動できるということですよね、うん、でもこれ今すごい流行ってません あの例えば1か月分の洋服のコーディネートを貸してくれるサービスとか最近話題になってますよねそで,よね、えー、でその組み合わせとかも考えてくれて下手したらそれを AI がやってたりとかするっていうね <laughs> もう本当に SF の世界みたいになってますけどすよね。であの実は民泊もこのシェアビジネスの一つですよね。だって空いててる部屋とかをシェアして、はい であの旅行者の人たちに貸して、ね、あのお金をもらういただくっていうことですよね。で皆さん最近も使ってる人多いと思うんですけどメルカリなんかも、はい、まあ,ある種シェアですよねまあの。自分がいらなくなったものを出品して欲しい人がまた買ってと。ね、シェアのビジネスというか、まあ、シ,ェシェアっていうことにはいろんなシェアがあるんですね。で今ののメルカリとかその洋服とかか洋服っていうのは もの,のシェアなんですね、うん、で自転車のレンタサイクルもこれに当たりますよね。ていうのがあるんですね。のはい、そうこれがその駐車場だったり駐車場もほらあの昼間使う人と夜使う人とで、あの同じ駐車場を使ってみましょうとか、えー、だから民泊なんかも、まあ、この一種の場所のシェアですよね。ううで,ねで移動手段のシェアっていうのがあってこれがそのさっきの自転車もそうだしそれから カーシェアっていうのは今ありますよね。うそうなんで、ね、1> 1の車を何人かで持ってでそれぞれが調整して使うっていうことですよね。はい、あとタクシーの配車をあの何て言うかなアプリ上でやるサービスも今できできていてでそういうのもあの多くで言うとその移動手段のシェアに当たるのかなと思いますよね。はい、あとね人で労働力のシェアっていうのが あって、はい、でこれねどういうことかというとあの実は最近話題になってる Any っていうあのサービスがあるんですよでこれは日常生活のサービスで、はい、あの何日の何時何々お手伝いにあの来てくれませんかこんだけ払いますっていうのをネットで,はあ、はあ、でそれに「あ私が行けます」とか「私この仕事できます」って言って手を挙げた人とお互いにやり取りしてじゃあ2時間お部屋の片付け手伝ってもらって。 2000円ねとかっていうそれが労働を提供することで,で労働と時間を提供するわけですそれによって対価を受け取るというそういうサービスも 今始ま母ち、ねうん、ゃんも本当に自分の都合のいい時にこうお互いの条件が合致して初めてこう結びつくわけなんですね。でこれこそ本当にあにの今の,そのネット時代の,あの新しいなんとかな労働とか時間とかあのお金もそうねシェアで,でお互いに自分の,その労働を売りたい人と手伝ってもらってお金を払い 払ううっていう人のニーズが合致する本当に今時だなと思って私あのなるべく、えっと、一応あの元経済記者としていろんなことチェックしてるんですけど、えー、もう最近ついていけないぐらい、ね、<laughs> いろんな、ね、サービスが出てきて <laughs> 思いもかけない形ですよじゃあほかにもどうなるかなとかって思ってると海外ではねあの旅行中のペットを預かりたい人と預けたい人のシェアとかね、はい えと夕食をこんだけ作りましたので、はい、あのシェアしますんで欲しい人とかって言ってすごいでしょでさっきのね絵にタイムもね見てたらねつくおき10種類提供しますとかね、えー、<laughs> <laughs> だからそれで作ったつくおきを、うん、あの作り置きおかずね、はい、かずを,を持っていくのか行ってつくおきを10品作って買えるのかよく分かんないんですけど<ー>なんかそういうのもあって。 面白いなと思うんですね。でそういうのを求めてる人もいるっていうことなんですね。でも例えばちょっとお料理に自信のある主婦の方だったら、はいはい、えっと激水金はあの午後から空いてるんで、じゃあこれで誰か私の料理の腕をみたいなこともあるんかなと思うわけですね。うんはい、でだんだんそれがその 抵抗感がなくなってるというか、そのビジネスライクにその上で契約が成立して、じゃあお互いに交換しましょう。みたいな感じになってきてるんですね。それがネット上でその取引が成立するっていう風うになってるので、えーえー、あの今日のその先日のモバイクのニュースを見て、はい、あのさらにこう。いろんな。 事例がね出てきてきそれがすでにもうその商売というかビジネスとして成り立つつつある今の日本社会でそう思うとねさっきのニュースに実は戻るんですけれどもその労働のシェアとかそれからあの働き方の改革とかっていうのも実は民間でも結構進んでるよなっていう気が してるんですね、自由に。ただでも、まあ、この中に新しい携帯だからこそ、新しいトラブルも生まれ。そうな気もしますね。なので、そこ、そこが、やっぱり、こなれてこないと、定着しないし。はい、でそれ、トラブルの方が、どうしても多いやり方は、自然と消えていくと思うんですね。うん、だから、あの、今って、それが、生まれては消えて、で、いいものだけが残っていく。はい、あの、ちょうど今、過渡期なのかなと思っていて。ということはね、もしかしたら、皆さん、あの、何かこういうサービスを。 起業したらすごく当たるかもしれない。あ新しい考え方次第ですね。あの新しいサービスでみんなが求めているサービスを提供すれば、それがいい商売、起業になるかもしれませんね、はい、というお話でした。アンカーマンの目でした。